中中華スープのののに混じったた小さな黒天その正体は油の一種でした大阪市教委によりますと、先月27日、市内の小中一貫校で、生徒の1人から、中華スープの中に1ミリ程度の虫が混入していると担任に申告があり、学校が確認したところ、合わせて5クラスで給食のスープに虫が混入していたということです。 その後、中華スープを食べるのをやめるよう呼びかけましたが、ほとんどの児童や生徒が食べ終えていたということです。今のところ、生徒らに健康被害はないということです。市教委は材料の白菜やニラの洗浄が不十分だったことが混入の原因だとしていて、調理マニュアルの指導を徹底するとしています。